今日の島根県庁。おはようございます。今月27日に行われた衆議院議員選挙の当選証書付与式が行われました。島根1区と島根2区、それぞれの陣営に島根県選挙管理委員会の大野俊之委員長から当選証書が手渡され、島根1区の亀井明子氏は自ら出席し当選証書を受け取りました。当選後の活動については、待ったなしの地元の課題としてはやはり公共交通、その木次線の、出雲横田備後落合間をどうするか、それから松江の駅前開発について、計画ができたら後押しをしていく、そういう役割が私にはあると思っています。亀井氏は今日の夜上京し、情報収集をしながら国会に備えるということです。なお高見康弘氏は支援者の挨拶回りをした後、国会に合わせて来週上京予定だということです。自民党と公明党を合わせても過半数の議席を獲得できず、野党が躍進した今回の衆院選。 NNN が選挙後に行った緊急全国世論調査では、今回の選挙結果を受けて良かったが 58%、良くなかったが 25%、 どちらとも言えないが 11% となっています。また石破総理が辞任するべきかという質問では、するべきだと思うが 29%、 しなくても良いが 56%、 答えないが 15% となりました。拮抗した与野党の勢力については、自民党中心の政権継続を望むが 43%、 野党中心の政権に交代が 40%、 答えないが 18% となっています。難しい舵取りが迫られている石破総理。総理大臣指名選挙を行う特別国会は来月開かれる予定です。